株式会社アクティブゲーミングメディアは、大阪を拠点に活動する日本のローカライズ会社。2008年イバイアメストイによって設立された、この企業は、主に世界各国、地域のビデオゲームソフト、漫画、アニメやコンテンツを多言語にローカライズするサービスを提供している。ローカライズの他にも様々な事業を行っており、ゲームのダウンロード販売を行うウェブサイト、プリーザム、ゲームメディア、 オートマートンの運営やゲームやアニメの音声収録、デバッグ、マーケティング、プロモーションといったサービスを提供。また近年ではゲームの企画、開発、運営も行っている。日本初のゲームローカライズ専門会社として2008年に設立したが、2015年にはゲーム開発部門を設立。ゲーム開発のほか様々なゲーム。 アニメやコンテンツのローカライズを主に行う会社である。英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語などの欧州言語から中国語、韓国語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語といったアジア言語まで世界30カ国以上の言語に対応している。2017年1月の時点でローカライズしたタイトルは2500に上り、 ビデオゲームのファーストパーティー及び大手パブリッシャーとの取引がある。2011年よりインディーズゲームをローカライズし配信するダウンロード販売サイトプリーザムを2014年よりゲームメディアオートマトンの運営を開始した。米ゲーム業界誌ギャモストラで2012年のゲーム業界人50選ビジネス部門にてビバイアメストイが選出された。 ゲームのローカライズやデバッグを多く手掛け、デジタル漫画やアニメのローカライズも多数。あらゆるプラットフォームのコンソールゲーム機だけでなく、オンラインゲーム、モバイルゲームも手掛けている。主な翻訳作品としては、ソニーデモンズソウル、グラスホッパーマニファクチャーのオーモア・ヒーローズ、プロモーション作品は、カプコンモンスターハンター、バイオハザード、デビルメイクライト等々。ありがとうございます。